皆さんこんばん、ルーム小倉優衣です。小倉優衣のゆいルームがスタートしました。この番組はお部屋でまったりとくつろぐような感じでゆるりとお届けしていくラジオです。なんと今夜も、リアルゆいルームからお届けしております。というわけで、ちょっとね、一つ変わったことがあって、実はね、今コロナウイルスの感染拡大防止のためにね、自分のお家で収録して今こうお届けしてるわけなんですけども、やっぱりこういう時だからこそ、なんかこうお家で撮る中でできる限り環境を整えられたらなってことで、なんと私小倉優衣自腹でですね、マイクを購入しました。ねえ、というわけでこのマイクね、今だからこうこの機械に疎い私が頑張って自分でしかも調べてですね、こう iPhone にですねこうつなげる感じで設定してて、結構ねいいマイクなんです。3万円ぐらいしたマイク今つないで撮ってるんですが、どうですか、変わりましたかね、声質ね。ちょっとわかんないんですけど、私も放送聞くまで、前回の放送とかも結構割と声の音質いいねって言われてたんで、iPhone で撮ってたんですけど、 iPhone のマイクってすごいなって思いながら、で今回さらにそれにプラスして高級マイクをセットしてみたので、ちょっとね、より皆さんに少しでもいい状態でね、このゆいルームからお届けできればいいななんて気持ちでおります。はい、なんで皆さんぜひちょっとこの音質の感想もね、メールとかでいただければ嬉しいなと思います。まあそんなわけで、あっという間に5月に入りましたね皆さん。いやいや、なんかもうあっという間すぎてね、全然5月っていう実感が私はないんですけどもね、最近はこういうご時世っていうこともあって、本当に家にいることが多くてですね、ずーっとあつ森をやってます。もう本当に楽しくて、あつ森に感謝してますね、日々日々。まあね、あつ森の話はまたね、どこかでできたらなと思ってるんですけど、そう、現在今ね、本当はね5月から私が、開催する予定だったライブツアー、ラブコールっていうツアーがあったはずなんですけど、まあ、今回ツアー中止になってしまいましたが、その代わりにオフィシャルグッズの方がね、今販売されております。ただちょっともうソールドアウトのグッズとかも出てきてしまっているみたいなので、まあちょっとね、その辺はあるんですけども、まあ後悔のないよう皆さんちょっと今のうちお早めにね、欲しいものがあれば、ご注文していただければなと思います。で、6月14日にですね、ライブのファイナルができない代わりにちょっと特別編集をしたねライブ配信とかをしようと思ってるので、今注文いただくと、その6月14日までにはね到着する予定なので、皆さんぜひねこの機会にチェックしてみてくださいね。でですね、今回なんですけども、せっかくなので皆さんからちょっと届いているリクエスト曲が増えてきているので、今回はリクエストスペシャルをね行っちゃいたいと思います。皆さんが元気になれるようなそんな曲をね抜粋してお届けできたらいいなと思っておりますので、お楽しみに。ではでは、そろそろ参りましょう。小倉優衣のゆいルーム、皆さん今日も最後までくつろいでいってくださいね。この番組はキングレコードの提供でお送りします。小倉優衣ニューシングル発売決定。シャドーバースエンディングテーマ、小倉優衣ニューシングルハピネスセンセーション、6月10日発売。宮野真守ニューシングル、光り刺す方発売中。青井翔太ニューシングル、アニメ乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまったのエンディングテーマを含む全3曲を収録、青井翔太バッドエンド発売中。
小倉優衣のグレイルーム。改めまして、こんばんルーム小倉優衣です。ではでは早速ね、今日はリクエストスペシャルということで一曲お届けしたいと思います。早速こちらルームネームアングレマスターさんからいただきました。聞いてください、小倉優衣でホップステップジャンプ。聞いていただいているのは小倉優衣でホップステップジャンプです。こちらはルームネームアングレマスターさんから、この危機的状態を一緒に飛び越えようということでリクエストいただきました。私自身もこのホップステップジャンプっていう曲は本当に大好きな曲で、ライブでもねもちろん盛り上がるんですけども、歌詞もねすごく大好きなんですよね。確かにね、こういった状況みんなで一緒に乗り越えようっていう思いも含まれてますが、何よりやっぱね、みんなでこうジャンプするっていうのがすごくね、ライブでね披露した時に楽しくって、この間ステップアップルかなで初めて披露したんですけども、予想以上にね、お客さん盛り上がってくださってまして、でこの楽曲今 YouTube の方でもね、フルでライブ映像上がってるので、ぜひねこれ何回も皆さんで見て、お家で一緒にジャンプしてもらえれば嬉しいなーなんて思いますね。では続いても早速紹介していきたいと思います。こちらはルームネームひかるさんからいただきましたリクエストです。小倉優衣でエブリデイハッピーデイ。聞いていただいているのは小倉優衣でエブリデイハッピーデイです。こちらルームネームひかるさんからいただきました。ゆうちゃんこんばんルームお邪魔します。僕がリクエストしたい曲はエブリデイハッピーデイです。ハッピーな毎日が少しでも早く訪れればいいなと思いリクエストしましたといただきました。いや、この曲聴いてなんかすごいちょっと懐かしい気持ちになりましたね。多分前回のツアーではやってなかったのかな、なんかそれもあるかもしれないんですけど、久々に聴くと、あ、なんか A メロと B メロこんな感じだったっけってなんか自分の曲なんですけど、そんなにね自分で自分の曲を聴くことって言ってもそんなにないので、やっぱちょっと久しぶりに聴くと改めて、ああいい曲だなって思いましたね。でこれ曲自体みんなでね一緒に踊ろうっていうコンセプトがあって、以前ライブで披露した時とかはみんなでこう振り付けを一緒にね覚えて一緒に踊りましょうってことでやったので、みんなでこうカニカニっていう振りをやってる今でもちょっと頭をよぎりますねね、でもね今こういう時だと皆さん運動不足になると思うので、ぜひこのエブリデイハッピーデイお家で流してね、ちょっとダンスを一緒にしてもらえたらいいなって思ったりしますし、お散歩しながら聴いたりする時にもすごくいい楽曲だと思うんですよね。晴れの日とかね、こう気分転換にお外に出てみて、やってみたり聴きながらお散歩するのとかも素敵じゃないかなと思いますね。それでは続いてのリクエストいきたいと思います。続いてはルームネームひろ、お送りしているのは小倉優衣でブランニューロードです。こちらヒロロンさんからいただいたリクエストなんですが、ご紹介させていただきます。ゆいちゃんこんばんルーム。こんばんルーム。僕の大好きなブランニューロードを流してほしいです。この楽曲はツアーでは聴けずに、もう生で聴くチャンスはないのかなと勝手に思っていたんですが、今年のお正月の社員総会でイントロが流れた瞬間に予想外すぎてめちゃくちゃ嬉しかったです。またゆいちゃんに会える日を心待ちにしております。お体に気をつけて頑張ってくださいというわけでリクエストいただいております。ブランニューロードね、これはねこう私の楽曲の中でも言わずと知れたちょっとおしゃれ楽曲なんですけど、なかなかこう自分のなんて言うんだろう、楽曲っぽくないこうすごいなんて言うんだろうね、こうオリジナルなメロディーなんですよね。でなんでこの曲こう普通の自分のライブツアーでやろうとするとセットリストに組み込むのがすごくね難しい楽曲なんですよ。だからこうやりどころをいつもね見失いながらいつやろうって感じでさまよってたんですけども、まあ、せっかくねこう素敵な楽曲だし、これはもうファンクラブイベントでせっかくだから初披露するのがいいんじゃないかってことになって、今年のね年始の社員総会で待ちに待った、はい、初披露っていう感じになりましたね。でも本当にブランニューロードを思ってたよりもすごくやっぱ
ファンの方で期待して待ってくれた方がすごく多くて、ね、なんで念願叶い初披露ができて、ね、すごく嬉しかったですし、やっぱ社員総会で歌ったねのはすごく思い出にね残ってて、うん、またブラニューロード、ね、いつできるか分かんないですけど、ね、またなんか披露できたらいいなとは思いますね。では続いても紹介していこうと思いますが、ちょっとこれがねラストになるかなと思います。こちらルームネームしゅんすけさんからいただきました。ゆいちゃんこんばんルーム、ずっと二人でをリクエストします。歌詞にあるしばらく一緒に過ごせないけど誰よりも心はつながっているから会えない時間が増えるほど気持ちは募っていくなど、今この状態で会えない、ゆいちゃんだったり家族や友達、大切な人への思いに共感できるものが多く不安な気持ちから励まされています。絶対にみんなで協力してこの状況を乗り越えて笑顔で集まりましょうねといただきました。そうですね、この楽曲私も大好きなんですけども、確かにこう今だからこそ響くメッセージっていうのが歌詞の中にはふんだんに散りばめられているかもしれません。小倉優衣ニューシングル発売決定。テレビアニメシャドーバースエンディングテーマ、小倉優衣ニューシングルハピネスセンセーション、6月10日発売。めぐる絆 K リターンオブキングスブルーレイ&DVD ボックス好評発売中。みこと、あなたの赤大好きだったよ。アンジェラです。ニューシングルアンジェラ初の異世界転生もの。テレビアニメ乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまったオープニングテーマ、乙女のルートは一つじゃない、発売中。オグラユイのユールームホープフルデイズを聞きながらエンディングの時間です。番組では皆さんからのお便りを募集しています。おはがきの場合は郵便番号 105-8002 文化放送オグラユイのユールームそれぞれの係まで。メールアドレスはユールーム @joqr.net です。各コーナー宛てや私への質問、楽曲のリクエストなどどんどん送ってきてください。採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。住所、氏名の記入を忘れないようにしてください。そしてたくさんのお便りお待ちしているのですが、現在コロナウイルスの影響でノベルティの発送が遅れる可能性がございますので、ぜひこちら到着まで気長に待っていただけると嬉しいです。ではここで私からのお知らせです。小倉優衣のニューシングルハピネスセンセーションが6月10日に発売します。今回のシングルは私も転ばぬアリス役で出演している現在放送中のテレビアニメシャドーバースのエンディングテーマとなっています。表題楽曲のほかカップリング2曲を収録した3曲入りのシングルです。期間限定版の DVD にはミュージックビデオとメイキング映像も収録されます。さらに封入特典としてプレゼント応募キャンペーンを実施します。プレゼントは Y 賞、U 賞、I 賞の3つから選んでご応募いただけます。応募者全員プレゼントもありますので、こちらもぜひチェックしてみてください。そして今回私自身初となるオンラインリリースイベントの配信も決定しました。こちら6月28日日曜日に生配信する予定です。プレゼント応募キャンペーンの当選者発表も、この配信内で行いますので、ぜひ皆さんご覧ください。こちらどなたでもご覧いただけますので、お見逃しなく。番組詳細は続報をお待ちください。そして小倉優衣過去ライブ映像&スペシャルライブ特番を配信します。
こちらは小倉優衣ライブツアー2020ラブコールの開催を予定していた各日程にですね、ファンクラブ内で募集を募った楽曲から人気のあった楽曲をですね、1曲ずつ期間限定で公開いたします。さらに最終公演の開催を予定していた6月14日にはスペシャルライブ特番を配信しますので、こちらもお楽しみに。最後にですね、オープニングでもお話ししましたが、小倉優衣ライブツアー2020ラブコールの開催中止に伴いまして、会場で販売を予定していたオフィシャルグッズを現在キンクリ堂にて発売中です。こちら5月7日までにご購入いただくと6月11日までにお届けいたしますので、6月14日のねスペシャルライブ特番までにはね届くようになっております。でこちらグッズがものによってはもうねソールドアウトのものもあったりするので、ちょっとそこは申し訳ないんですけども、ちょっとねその辺も含めてチェックしてみてください。というわけでお知らせたくさんさせていただきましたが、すべての詳細は公式サイトにてご確認ください。はい、というわけで第149回目の放送でしたが、いかがでしたでしょうか。今回はリクエストスペシャルということでね、楽曲をたくさんお送りしましたが、なんかこういういいですね、こういう回がたまにはあるのもね。なので皆さんまたちょっとね近辺でもやるかもしれないので、ちょっとリクエストあればじゃんじゃん送っていただければいいなと思います。でちょっとここでね新曲についてもねお便りいただいたのでご紹介したいと思います。ルームネームアリアさんからいただきました。ゆいちゃんこんばんルームお邪魔します。初めてメールを送ります。ありがとうございます。今のご時世で様々なイベント等が中止になり、自分はとても気持ちがどんよりしていました。そんな中たまたまテレビをつけていたらゆいさんの新曲ハピネスセンセーションが流れて、とても聞き入ってしまい、そこからゆいさんの過去曲を聞き漁るくらいハマってしまい、先日ファンクラブの方に入会をさせていただきました。おーいらっしゃいようこそミーズカンパニーへこれからライブ映像を見ていこうかなと思ってるのですが、ここが見どころってシーンがあったら教えてもらいたいです。これからも体にお気をつけてお仕事頑張ってください。お邪魔しましたというふうにいただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。ライブ映像、なんだろう、でもとりあえず私まだそんなにライブの映像としては4本ぐらいしかまだ出てないはずなんで、もうね全部見れると思うんで、もう全部見てくださいはい、そしてね社員になってくださったということでね、ぜひユイズカンパニーの、ね、方でもね頑張って働いていただいて、一緒に会社盛り上げて行ってね貢献していただけることを期待しておりますで、ここでちょっと朗報なんですが、ハピネスセンセーションね、こちら新曲6月10日発売予定のこの楽曲ですが、なんと来週のオンエアにてですね、なんとフルサイズで公開する予定です。イエーイ。というわけで皆さん来週の放送はねお聞き逃しないようにぜひ楽しみにしていてください。というわけで今夜はこの辺でお別れです。小倉優衣のゆいルーム、ここまでのお相手は小倉優衣でした。また優衣のお部屋に遊びに来てくださいね。この番組はキングレコードの提供でお送りしました。スマホでラジコをもっと楽しむためのワンポイント講座、ご存知でしたか。ラジコのオフタイマー設定、15分、30分、60分、90分、120分から自動でオフにする時間を選べます。ラジコオフタイマー設定はメニューから、詳しくはラジコで検索。井上きっ子です。田中敦子です。声優朗読チャリティ文芸アネモネアールの作品が配信サイトオーディオブックドット JP にて配信中です。豪華な声優の皆さんがチャリティのために参加してくれました。ここでしか味わえないストーリーをあなたのお耳にお届けします。文芸アネモネアールで検索してくださいね。人気男性
性声優による最強の宴オレパラが夏に帰ってきた。オレパラプレゼンツオレサマー2020、9月19日土曜、20日日曜、会場は富士急ハイランドコニファーフォレスト、出演は小野大輔、鈴村圭一、森久保祥太郎、寺島拓磨ほか。最新情報はオレサマーで検索。文化放送が一時をお知らせします。